デジタル館は日本の特別職国家公務員、デジタル庁に所属する。デジタル庁が所在する東京ガーデンテラス、清井町デジタル庁は内閣に設置される行政機関であり、情報化社会の形成を図る施策の企画、立案、総合調整を担当する。また、関係する行政機関における当該施策の推進も担っている。 これらの事務のうちデジタル官は重要事項に関してデジタル大臣に意見具信する。またデジタル庁の長務を整理し部局や機関の事務を監督する。デジタル官は内閣総理大臣の申し出に基づき内閣が任命する。またデジタル官は内閣総理大臣の許可がない限り在任中の副業は禁じられる。デジタル庁設置法に基づき 2021年9月1日にデジタル庁が発足した。それに伴いデジタル館も設置され、初代デジタル館には石倉陽子一橋大学名誉教授が起用された。なお、従前は内閣官房に設置されている内閣情報通信政策館がデジタル館と同様の職務を担ってきた。しかしデジタル庁設置法の不足により内閣法も改正され、 内閣情報通信政策官は廃止されることになった。英語での表記はチーフデジタルオフィサーとされる。ありがとうございます。